はい、皆さんこんにちは。今日もノーマンズアイランドやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回からちょっと進みました。前回こちらの剣を作ったところで、まあ終わったと思うんですけど、こちらですね、ソードの中では一番強い剣で、こちら使っていたら耐久値が減らないことが分かりました。それで一番最高まで上げると耐久値がひょっとして減らないのかと思ってですね、僕も嬉しそうに頑張って上げたんですが、こちらヘルメットの兜の一番強いやつになります。そしたらですね、レベルの方が20までは装備できないよと言われて、兜が装備できなくなりました。それと同時にですね、足の方もどれぐらいまでいけるのだろうと思って、これ最後から2番目のところまで行ったんですけど、こちらがレベル15から装備できるものになっています。ということで、おそらくですけど、まあ兜で言うとこちらがレベル20、レベル15、レベル10からの装備になるのではないかと思っています。ベルトも今ここかな、装備して、これの一個手前ですね、こちらの方装備しています。まああんまりベルトの方は防御力とか上がらないんで、あってもなくてもいいおまけ程度なんですが、こちら作っています。あと足の方もですね、一個何もないともったいないので、防御力がちょっと足りませんでしたので、こちらの方臨時で作っておいてあります。ということで、敵も倒しつつですね、進まないといけませんので、今日からちょっと敵を倒しながら進みましょう。ということでですね、新しい世界をちょっと旅しに行きたいと思います。こちらの世界ですね、とりあえずマップは結構出しました。この黒いところは岩になってるので、出せない場所ですかね。ここをちょっともうちょっと出せるかもしれません。ということで、どうしようかな、洞窟的なところに今日は行ってみようと思いますので、まずこちらですね、右下の方のマップ、ところに行ってみましょう。ここに洞窟あったかな、確かあったような気がします。敵がめちゃくちゃ強いんでね、ちょっと鎧の方は強い鎧を着ていきましょう。これ防御力高くなっても、結構厳しめですからね。ここかな、ここがまだ行ってない場所ですね。これはキノコか。では入っていきましょう。さあ、ここが洞窟の中ですね。ひとまずなんかいるな。樽壊していきましょう。樽にはアイテムがありますので、こちら取っていくと。なんかいいもんあるといいんですけどね。まあとりあえずアイテム持ってるだけは持っていこう。金とかは結構嬉しいかもしれない。あの赤いのなんだろう、敵かな。ああ、ちょっと待って待って待って。なんかダメージ受けてる？これなんだろう、ああ、温度が熱いのかな。ここはそんなに長く滞在できないのかもしれない。現在64度ですね。かなり危険です。あの石がダメなのかもしれない。この魔法の杖でちょっと攻撃してみよう。ああ、危ない危ない危ない。なんだこれ。これダメじゃん。これどうしたらいいんだろう。これ押したらめちゃくちゃ下がりましたね。これどうしよう。野菜食べて、とりあえずガンガン行くか。もう、ここにサソリみたいなのがいるので、これは魔法。ああ、硬い。めちゃくちゃ硬い。よいしょ。さあ、ちょっと開いて、やばいな。温度が70度になってますね。これまだ早いな。ここ来ちゃいけないところかもしれません。よいしょ。ということで、一旦ここは外に出ましょう。さあ、ここひょっとしたら何かアイテムが必要なのかもしれませんね。ああ、あとなんだろう、どこかなんか食らってるのかな。ああ、まだ温度が下がってないのか。まあいや、ポーション飲んでいきましょう。ではですね、どうしようかな。もう一個、対岸ですね、もう逆側の方にも洞窟があるので、こっちの方に行ってみましょう。さあ、では向かっていきましょう。なんかこれキノコがいた洞窟にそっくりですね。お、なんかいるいるいる。ちょっと待って、なんか変なやついた。どれぐらい食らったんだろう。ちょっとダメージ見ていませんでしたね。ああ、すごい、これもらえるんだ。この布もらえるんですね。ちょっとすごいぞ。キノコ、あ、いる。絶対これキノコと一緒じゃないのかな。さあ、あんまり食らってないな。
そこまで食らってませんね。布は絶対落とすわけではないと。もうちょっと画面引きにしたいんですけど、これが精一杯ですね。ああ、変なの来た。ああ、全然ダメージ食らわないな。こちらの方は1とかしか食らわないので、ガンガン行きましょうか。よいしょと。さあ、これで、あとは、ああ、これなんだろう。鉄かな。メタルですかね。メタルは結構必要なので、しっかりと取っていこう。よいしょ。で、他は、ああ、来てるね。よいしょと、なんか、すごい、攻撃的には怖そうなのに、ああ、弱いですね。そしてクリスタルがある。クリスタル、なんか誰かいた？いないね。クリスタル、これは初めてですね。よいしょ。新しいアイテムと。さ、クリスタル、あ、クリスタルじゃない。これ、金なのか。そうか。金、そういえば初めて見ますね。てっきりクリスタルかと思ってました。よいしょと。あとは、ここに一匹いる。よいしょと。ああ、布落としてほしいな。よいしょと。よし、これなんか落としたぞ。ああ、来た。布いいね。布いいね。この子いいね。よいしょ。なるほど。この洞窟は金が取れるということですね。ゴールデンインゴット作るのに必要な金なので、かなりありがたい。よいしょ。さあ、これも取っていく。よし。ああ、ここがまだあるけど、ボス的なのいるのかな？ここ、キノコのところではメデューサいましたよね。わあ、なんかいるよ。変なのいるな。とりあえず遠隔でまず攻撃しましょう。あ、もうなかった。もうなかった。では行きましょう。まず一発で何個食らうか見よう。27か。トロールキングって書いてあるな。まあそこまで強くはないかな。倒せないことはない。まあでも体力とかもかなりありますね。よいしょと。はい、おしまいと。いうことで、あ、金がいっぱい落ちてるのと、他はなんかないのかな？オリジナル要素的なのは、アーティファクト的なのはないんですかね。とりあえず金とメタル大量ゲットと。金。メタル、メタルもここに合体しましょう。ちょっと体力かなり使いましたね。あと金がとりあえずここはいっぱいあるっていうことが分かったぞ。よいしょ、これも全部金ですよね。よし、これでゴールドインゴットの方、ゴールドバーの方はしばらくは困らないと。よいしょ。さあ、これは鉄か。メタルと鉄、金に関してはかなりありがたいですね。ということで、続いては、マップ見れますので、見ていきましょう。ここらから右に行けましたので、右に向かっていきますか。よし、あと、ボス的なの、なんか、トロールキングってなってただけで、ボスとは限りませんからね。ひょっとしたら、さらにいる。あ、さらに下があるのか。敵の方は、ああ、いる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 。見づら。よいしょと。これで布かな。よし。この布の方が嬉しいね。ああ、びっくりした。これ、自分の仲間だ。鹿さんがいましたね。よいしょと。で、いない。ああ、ゴールドか。どうしようかな。装備いちいち変えるの面倒ですね。あと、水がなくなってるので、水飲んでいきましょう。あ、いるいるいる。変なやついるな。よいしょと。マジックのマナーもう少し持ってくればよかったかな。よいしょ。さあ、もう一個水飲んでおきましょうかね。布。よし。で、これも、あとはメタルですね。最大限まで取っていきましょう。よし、これでしばらく本当にメタルとゴールドは困らないな。あ、レベルも10になってますね。まあ、ただ、これで、10になったからといって、アタックとかが別に変わるわけではなかったですね。この剣装備してはずっと33のままです。よし、あとはここだな。さあ、装備がめんどくさい。よいしょ。さあ、あと1個。結構メタル集まったの何個まで持ってる？ああ、20個の束が1つなんですね。よし、最悪この、仲間に預けましょう。ああ、いるいるいる。
よいしょ。あ、ちょっと硬くなった？ああ、ここも金か。よいしょと。あ、変なベルト持ってきちゃったのかな？さあ、アイテムの方は結構いっぱいいっぱいですね。ああ、こんだけしかない。こんだけしかありませんね。これで終わりか？上行ける？上行けるね。まだよかった。これな、キノコの時とほんとマップ一緒なんだけどな。んこいつは違う。うん、あとはメタルですね。ここにいますので、先制攻撃。よいしょ。よし、これ布が本当にありがたい。よいしょと。あ、これで取っていく。いやもうこれで荷物いっぱいいっぱいですね。まあ、仲間に預けながら、行きましょうかね。よしよしよし。結構装備的には 52% か。靴のレベル1個上げないときついかもしれないな。壊れてしまいますからね。修理がなかったかな。よいしょと。さあ、剣の装備。あとまだ誰か、あ、いる？いないかな。いた。こいつだけか。ボス的なのは、やっぱり、クロールキングがボスっぽい感じですね。うん、これで戻ってきた。ああ、いた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 だ。よいしょと。さあ、よし、布ゲット。かなり嬉しい。はい、ということで、ここが終わりましたね。あと、洞窟的には、どこだろう。上の方に1個あるのは知ってるので、どうしよう。このまま上行ってみましょうかね。仲間にアイテムの方はいっぱい預けることができますので、これ預けながら進んでいきましょう。さあ、ではここが左上のマップですね。なんかマップ結構使い回しのような感じもしますが、まあ、ここは見たことがない感じです。よいしょと、アイテムとりあえず取っていきましょうか。これは金、そしてロープですね。よいしょ、蜂蜜に綿と。あ、キノコいるな。キノコいますね、ここ。よいしょと。よいしょ。あ、そうだ。鎧とか外してあったんだ。これは普通に装備してて歩くだけで耐久値減ってきますので、外してあります。よいしょ。これでキノコがいる。キノコはもう大丈夫だね。そこまで強くはないですね。あー、結構やばいな、これ。ややこしい。マップがまあ見れるので大丈夫だとは思いますけど、うん、自分よく迷子になりますからね。とりあえず進んでいきましょう。あ、いるね。なんだろう、こいつは。初めて見る？あ、結構強いかもしれない。どれぐらい食らってるかな？よいしょ。あ、でも押されてるだけで食らってはない。食らってはなかったな。うん、特にボス的な感じでもなかったですよね。よいしょと、回転させましょう。なんか変なブッチャーみたいなのがいたな。いや、ゴブリンかもしれないな。さあ、とりあえず、まあ、これで OK。なんか、しょぼいアイテムしかないです。てか、キーの、あ、こいつか。こいつですね。アーマー来てるな。なんかキーになるアイテムがないと、今どこに進んでいいのかよくわかっていないんですよね。まあいいや、とりあえず、クエストとかもないですし、進めるところを行くだけです。よし、こいつだ。どれぐらい食らう？ 101 からの？全然食らわないな。余裕じゃない？いや、弱い。なんだ、ここは余裕？あ、そしてなんかもらえたぞ。これなんだろう？ベーシックマテリアルってなってるな。これは初めてもらいます。よいしょと。さっきのトロールキングそんなの持ってなかったよね。ボス倒したのにな。とりあえずマップちょっと見てみましょうか。だいたい行ってますね。ここ左。あ、キノコがいると。キノコの方がさっきのこっちが強い？あ、全然食らわないな。鎧とか靴装備したらめちゃくちゃ強いんですかね。それならヘルメットも装備したらかなり強いかもしれん。こいつか。こいつもよ、あ、こいつですね。全然食らわないですね。よいしょ。はい、ぶったたいていきましょう。なんかあんまりこっちの攻撃も通ってない時ありそうな感じがするな。よいしょと。あー、なんかもらえた。なんだろうこれ。
ノースキーって書いてあるな。なんだそれは。謎のアイテムですね。ノースキー。よいしょと。さあ、まあ、とりあえずこれは持って帰れば OK でしょう。他は、なんかあるかな。まだ行ってないところもありますので、しっかりと見て回りましょうか。さあ、こちらの方はまだなところですね。とりあえず、どうしよう。上の方行って、左の方の、部屋から見ていきましょうかね。ちょっと食べ物が厳しくなってきたかもしれませんが、まあいいや。とりあえず、倒していこう。ガツガツ倒していきましょう。レベルが上がると嬉しい。ここにいる。暗くて見づらい。よいしょ。こいつもそこまで食らわないんですよね。なんでだろう。音的には強そうなのにな。よし、オッケー。これなんだ？本当になんだろう、これ。やばいな。全然わからん。これがハンガーが10回復。蜂蜜やるね。さらにこれね、亀までもらえるんですよね。これちょっと装備して、いやー、装備すると剣がなくなるのか。それはダメだな。で、ここはおしまい。これ、組み立てってなんかするやつですかね。でも設計図がないんで作れないと。では、このまま、もう残りはここですね。あ、なんか、呼び出すタイプの、ああ、いたいたいた、骸骨いた。ただ、そこまで食らわない。これ何何何？あ、大丈夫だ。松明。ああ、骸骨がいっぱいいる。こうやって最初のお化け屋敷にいた骸骨とかと一緒かな。囲まれても全然平気ですね。ただ、防御具の耐久値が減るのがちょっと心配です。よいしょ。ベルト、チーズは食べよう。よいしょ。これは何だろう、これ。これ何？ああ、なんか、キーを作れ。これとこれで合体とかできないのかな？そうなの？ここで何かも生まれさすことできますが、キーを組み立てないととりあえずダメそうですね。お、何何？あ、骸骨いたのか。骸骨にいつの間にか囲まれてました。よいしょ。大丈夫。さあ、邪魔だよ。ロープ、まだ何か持ってる。いいんですね。あとはないかな。大丈夫ですね。あ、まだ先がある。よいしょ。さあ、牛乳ですね。あとは、結構広いな、ここ。骸骨来た。いいのアイテムがひょっとしたらまだあるのかもしれないですね。あ、マジックのやつが見つかったドリンク。亀は置くと。よいしょ。いやー、なんでこんな壺ばっかもらえるんだ？あ、なんかいる。よし、ここを倒して、いやー、全然防御力が強くなってから、食らうことがなくなったな。さあ、そして仲間の鹿さんどこ行ったんだ？あー、なんかキーもらえた。ウエストキーって書いてあるな。ちょっと待って、これ、取れるのか？いやー、ここは結構広いし、やることいっぱいですね。よいしょ。ちょっと、はい、仲間が来ましたので、荷物置かせてもらいましょう。人参は食べればいいや。あとはなんだ、雲の糸、金とかメタルですね。これは置いていきましょう。花、ベルト。このパーツみたいなやつはひょっとしたら必要かもしれないので、一応持って歩きましょうか。あとはこれか。こんなもんですかね。よいしょ。あと行った後、花か。これもいらないですね。よし。さあ、これでちょっと進んでいきましょうか。樽ですね。釘かな？マップ的にはどこだと言ってないの？ここの下あたりかな？ここは結構長い。いや、でかいな。それにしてもこのマップ。さっきのなんか、トロール行った使い回しマップとは全然違いますね。あ、なんだな？いた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 。全然見えん。攻撃が弱いのでよかったですけど、結構攻撃されてますね。あ、いる？いない？いるな。なんか来た。なんか来た。変なの来た。カエル飛びのやつが来たぞ。これは大丈夫か。よし。大丈夫ですね。
あとは、どうだ、タルコは、あ、これで終わりかな。はい、ということで、これで一応ですね、このマップはおしまいみたいですので、拠点の方に戻りましょうか。ということで、戻ってきましたね。アーティファクトの時だと、おそらくこの、なんだろう、テーブルでできたんですけど、錬金のテーブルでできたんですけど、ここで鍵を合体させたりはできないですね。ということは、これ合体させるんじゃなくて、どこかで使う感じなのかな？ちょっとどこでこの鍵を使っていいのかはわかりませんが、まだちょっと行ってないところがおそらくあるんだと思います。ということで、今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。Thank you.